メディアを再生する、ウィンダミア夫人の扇本編、1時間26分27秒、日本語字幕なし、ウィンダミア夫人の奥義は、1925年に公開されたアメリカ合衆国の恋愛映画、サイレント、オスカー・ワイルドの儀曲、ウィンダミア共婦人の扇の映画化。2002年、アメリカ議会図書館は、文化的、歴史的、神秘的に重要なものとして、 ウィンダミア婦人の奥義をアメリカ国立フィルム登録簿に保存した。舞台はロンドン。ウィンダミア卿夫人マーガレットがダーリントン卿の訪問を受けていた時、夫のウィンダミア卿はアーリン夫人という女性から大事な話があるのでぜひ会いたいとの手紙を受け取る。会ってみると、アーリン夫人はマーガレットの実の母だった。幼かった妻を捨て男と逃げたため、マーガレットは 母親は死んだと教えられていた。アーリン夫人はロンドンに戻って社交界復帰を目指していた。そのための金銭的支援をウィンダミア教に要求する。ウィンダミア教は口止め料と理解して要求に応じる。突然社交界に返り咲いたアーリン夫人のゴシップが乱れ飛ぶ。ウィンダミア教との関係が噂され、それはマーガレットの耳にも入る。 もっとも、当のアーリン夫人は年老いたオーガスタス教との結婚を望んでいる。マーガレットの誕生日に、ウィンダミア教は扇をプレゼントに送る。その誕生日のパーティーに自分を招待してほしいと、アーリン夫人はウィンダミア教に頼む。招待されることで、社交界の地位を確実なものにし、オーガスタス教と結婚するつもりだ。 しかし、ダーリントン教から、夫とアーリン夫人の関係をそそのかされた、マーガレットは、アーリン夫人を招待しないでと夫に頼む。パーティーの日、何も知らずにやってきたアーリン夫人は、自分が招待客の名簿から外されたことを知りがっかりする。しかし、ちょうど現れた、オーガスタス教の同伴として、パーティーに潜り込む。マーガレットは、アーリン夫人の姿を見て、ショックを受ける。 さらに、アーリン夫人が庭で、オーガスタス教と相引きしているのを目撃し、相手を夫だと勘違いする。絶望したマーガレットは、ダーリントン教と駆け落ちする決心をする。夫への書き置きを残して、ダーリントン教の家へ向かう。書き置きを見つけたアーリン夫人は、急いで、マーガレットを追いかける。喧嘩越しのマーガレットに母親であることを告白。 娘に自分と同じ失敗をさせたくないと説得する。マーガレットも理解して二人は家を出るが、扇を忘れてきた。そこに、ダーリントン教が、ウィンダミア教ら友人たちを引き連れて帰ってくる。その中には、オーガスタス教もいて、マーガレットの扇を見つける。ウィンダミア教は、妻が浮気しているのではと青くなる。そこに、アーリン夫人は、 自分の扇と間違って持ち帰って忘れたものだと名乗り出る。娘のためにお名を被ったのだ。社交界にいられなくなったアーリン夫人はフランスに去ることにする。娘夫婦に別れの挨拶を済ませて帰ろうとしたところ、オーガスタス教とばったり会う。アーリン夫人は扇を見つけたあなたのせいで恥をかいた。だからあなたとは結婚できないと言いっぱなしい。タクシーに乗る。 オーガスタス今日は何を思ってかタクシーに同乗する。二人を乗せたタクシーが走り去ったところで、ザエンドとなる。ワーナーブラザースによると、アメリカ国内で32万4千ドル、海外で7万4千ドルの収益を上げた。ありがとうございます。